薄雲の巻のちょっと入ったところまで行ったわけですけれども、間が少し日が経ちましたから、さっと今日のところまで、その薄雲の巻の初めから今日のところまでまず読んでおきましょう。冬になりゆくままに、桂の住まい糸と心をさまさりて、上の空なる心地のみしつつ明かし暮らすを、君もなおかくてはえすぐさじ、かの近きところに思い立ちねと進めたまえど、つらきところ多く試み果てんも、残りなき心地すべきをいかにいいてかなど言うように思い乱れたり、さらばこの若君を、かくてのみは敏なきことなり、思う心あればかたじけなし、たいに敵をきて常にゆかしがるを、しばし見習わさせて、はかまぎのことなども人知れぬ様ならず、人知れぬ様ならずしてしなさんと何思う、とまめやかに語らいたも、さおぼすらんと思い渡ることなれば、いとど胸つぶれぬ。改めてやんごとなき方にももてなされたもとも、人の無理聞かんことはなかなかに、いやなかなかにや繕いがたくおぼされん、とて放ちがたく思いたる断りにはあれど、後ろやすからぬ方にやなどはなお疑いたまいそ、かしこには年へぬれどかかる人もなきが、想像しく覚えるままに、先の西宮の大人びもの下もだにこそ、あながちに扱い聞こゆめれば、ましてかく憎みがたげなめるほどを、愚かには身放つまじき心映えになど、女君の御恩ありさまの思うようなることも語りたもう、もうここは訳いたしましたから、ですけども、この巻、薄雲の巻なんかはね、なかなか文章のキメが細かくって、読み応えのある巻なんですね。華やかなこう儀式なんかが次々に展開していく、あるいは事件が次々に展開していくというふうな巻は、それなりに事柄が多くて面白いんですけれども、こういう、まあ言ってみれば心理的な細かな叙述になっている部分というのは、しっとりとしていて、同時に文章がなかなか取りようが難しい。それからこの前もちょっと言いましたけれども、そういうところに引き歌の非常に微妙な使い方をした、引き歌表現の一番繊細なそして深い表現が使われているわけですね。ここなんかでも、その辛きところ多く試み果てんも、残りなき心地すべきをいかにいいてかなどという、そのそこのところに二つの引き歌があって、そしてその引き歌の言葉書きや、それから歌の内容ですね、五線集とか周囲集とかっていうふうな、まあ、直線集の源氏物語の時代の教養ある人々が
共通で、知っている、そういう歌をここでまた言ってみれば再活用させているわけですね。つまり元の歌の言葉書きやあるいは一種の内容そのままではない、新しい源氏物語のこの展開の筋の中でそういう古歌を踏まえながら、しかし 100% 古歌の意味にべったりで弾いているのではない、新しい展開をさせて、そして新しい表現としてここに、まあ、よみがえらせつつ創作しているわけですね。それをこの短い歌の一句だけを弾いてある、その手がかりからパッとこう読者が連想する作者の表現の意図、引き歌表現のこういう複雑な意図を読みとさっとこう読み取る小さな限りから、それはその力っていうかその集団の力ですね、そういう作者と同質のきめ細かな教養を持っている人たちの心に起こる素晴らしい反応ですね。だからある意味で言うと それは作者の表現なんだけれども、作者の意図がもちろんそんなふうに仕向けているわけですけれども、その作者の意図を、ここで言えば紫式部の意図をパッとその周辺の人たちが感じて、そして自分たち共有のものにしてしまうという、この素晴らしい言ってみれば共感の作品、共同創作とでも言っていいような、そういうことが要所要所でこう織り込まれているわけですね。ことにこういう細かい心理的な、まあ、恋愛心理ですけれども、男女間の愛情の微妙なところへ入ってそれが行われている。もちろん平安町の他のこれ以前の伊勢物語ですとか、あるいは物語とちょっと違うけれども枕草子とか、そういうふうなものにもそういう手法が用いられていますけれども、やっぱり源氏物語の引き歌表現っていうのは抜群の感じがいたしますね。いや、昨日もその研究会月に一遍松田先生が連絡して招集して、集まる研究会がありまして、そこで富山重彦先生と隣り合わせで私のバグダッド模様を読んでくださったその感想の話から、話がこの源氏物語の引き歌表現の方へ移っていって、いかにも富山先生らしい微妙な観察を述べていられて面白かったんですけど、
あの話をもう少し深く緻密に伺ってみたいと思ったりしていたんですけれど、